人間が普通考えている思考っていうのは経験した記憶とか知識とかそういったもので思考するわけじゃない。これはさっきの表層化のループを免れないわけ。でもズルーズはそういう表層化のループを壊そうとするわけだから、脱思考なんだよ。ところが脱思考をするためには反思考が必要だって言ってるわけ。ヌースじゃないこれ。能動思考というのがそういうものに対応してるわけ。普通の思考は受動思考なわけ。与えられたものから思考していくから、そのループを完全に壊し去るのは反思考としての能動思考しかないんだということをトゥルーズははっきり言ってる。反思考、思考に反対する思考ということだよね。まさに精神だよね、これがね。ヌースです。端的にまとめると、未来とは生成が行われている場という理解でいいでしょうか。はい、その通りです。そこに行くには反思考とのことでしたが、反思考というものがよくわからなかったです。どういう思考方法なのか、もう一度お話してもらえたらありがたいです。はい。皆さん、普通の思考というのを考えてください。まあ、これは基本的には語性と理性というものが作り出してくるんだけど、これは、まあ、僕が言ってることじゃなくて、カントとかの考え方を借りると、まず人間は感性を育てるわけだよね。まあ、全く一緒だよ、ヌーソロジーと。感性を育てる。で、感性というのは何かというと、知覚です。まあ、知覚や感情的土台と言ってもいい。そこに知覚や感情的土台の働きがあるということです。感性の世界。と、それはヌーソロジーでいうと、人間の外面を交差していく感性の働きで、まず生まれてくるわけですね。そして、そこから学校に入学して、社会のことを学んでいくときに、まあ、語性が働いてくる。言葉の力です。言葉の力。そして、言葉の力を学んで、言葉と知覚の対応をしていくでしょ。ものを覚えるっていうのはそういうことだよね。知覚したものと言葉で学んだものを一致させていくっていう、まあ、ある種の同化と言っていいのかな。そういったことを行いながら、言語世界と知覚世界っていうのが、対等になってくる。そこで語性の働きとして言語と概念というのが生まれてくるわけです。そしてその言語と概念が生まれてきたら、今度はそれをまた知覚へと戻すわけです。そこに表象というのが生まれるという話をしました。幼児の頃は表象ってないんだよ。だからみんな幼児って絵をうまく描けないでしょ。つまり見てるものに対する意味付けがはっきりしてないわけ。言葉が僕らに物の輪郭や物の正体をこうはっきりさせる役割を送り出してるわけ。概念を持ってるから言葉が。だからハンマーを見た時にはそれは釘を打ちつける何か棒の先に鉄がついたものだっていう形でハンマーっていうのがはっきりイメージされて、そのハンマーという言葉とその知覚像が一致させられるわけだけどさ、それによって表象の活動っていうのが始まるわけ。表象っていうのは、皆さんが何か僕が言葉を言ったら、すぐものを思い出す。今のようにハンマーって言ったら、みんな、皆さんの意識の中で、ハンマーっていうイメージがパッて出てくるじゃない。記憶の中から。それ表象。まあ、あと、これはペットボトルですよって言ったらさ、皆さんもこれペットボトルと見なして、そうだねっていう、ここに映っている知覚像。それはペットボトルという意味が付与された知覚像で、そうなると表象と呼ばれるようになるわけ。で、幼児に表象が生まれてないっていうのは意味がわからないから。例えばパッと僕が皆さんに見せればさ、あ、それはペットボトルだねっていうことで、言語によって意味付けされた概念も一緒に知覚で伝わるでしょ。ところが幼児はそれを学んでないから、何かわからないわけ、これが。比較はあっても、ここにペットボトル、美味しいお水が入っている容器とかいう概念を言葉で学んで、今度これを見ると意味がスッとわかるっていうふうに、まあこの図で言うとさ、これが視覚の世界だとしたら、こっちで言語世界を学んで、そして言語を与えられてまた知覚を生んだ時に、この表象というのが出てくるわけだ。
そういう仕組みになっていると思ってください。ちょっと難しいけどね。つまり意味を持ってものを見ることができる。まあ、もっと簡単に言っちゃうと、このものは何だよねとかいうことを簡単に言えるようになってくる。そういう状況で見えている知覚のことを表象と呼びます。哲学の言葉です。英語で書くと、リプレゼンテーションと言います。リプレゼンテーション。もうこの文字に見事に表れてるでしょ。再び現前する、出現するっていうのがリプレゼンテーションです。再びだから2回目にものが現れた時に表象になるという意味です。1回目のものの現れは単なる知覚で表象ではありません。それで言葉を覚えてまた知覚に戻った時、これがリプレゼントです。それによって表象というものが生まれると。よく考えてください。思考の話ですよね。僕らの思考っていうのはほとんどこのリプレゼンテーション、表象を使ってやっていませんかということなんです。何かを思考する。何でもいいです。まあ、いろんな思考のレベルがあるので、単純に言えば、例えば、昨日あそこの焼肉屋に行ったけどさ、もうタレがまずくてさ、もっとタレをさ、いいものにした方がいいよね。俺だったら醤油はこのぐらいの割合で、このぐらいでみりんを入れてとか、いろんな、それも思考の一つじゃないですか。もうそれって全部表象を使ってるでしょ？みりん、醤油、焼肉。わかりますか？大体人間の思考っていうのはそういうもので、唯一表象じゃないものを使う思考というのは、あえて言うなら理性の思考です。理性の思考っていうのは、例えばピタゴラスの三角形、ピタゴラスの定理とか言っているのは、見えるものじゃないじゃないですか。知覚が存在してないよね。数学の世界っていうのは。そういった意味では理性がやっている。つまり五性よりも一歩進んだ推論能力を持つものが、この理性がやっていることなんだけど、それによって科学とかが生まれてきてるんだけどね。でもそれも、ある意味、科学だって知覚と五性がなければ、人間の理性なんて絶対出てきっこなくて、土台にしてるわけですよ。だから表象を土台にして理性というものを生み出して科学的思考なんかをやってるわけだから、これも表象の思考の類です。まあ言ってみれば対象思考と呼んでいいと思うんだけど、簡単に言うと何であれ思考が対象を持っているっていうさ、そういう思考のことを思考と呼んでるわけ。いいですか？で、反思考というのはそうじゃないっていうことを言ってるわけ。そういう表象を持たない思考のことをドゥルーズは反思考と呼んでて、それが思考というものだ。言い換えると、決して思考できないものを思考すること、これが反思考ということなんだよ。ドゥルーズに言わせれば。思考というのはそういうものなんだ。だから人間は常に思考させられるように仕向けられていると思うよね。常に思考せよ、思考せよというような命令が下ってるわけ。何から？おそらく精神から。それは多分、今日の言い方するならば、純粋未来がそうさせている。そこに向かえというような指令を人間に出してきて、人間は思考を強制させられているみたいな言い方をするんだけどさ。だから今、スピリチュアルで流行ってるように、思考はダメ。皆さん、思考はやめましょう。すべて感じることですと言っても無理。絶対思考する。思考はやめましょうということ自体が思考だからさ。だから無理なんだよ。そのぐらい思考というのは精神において重要な位置を占めているというのがこの反思考の考え方です。まあ哲学の考え方になっちゃうんだけどね。もちろん東洋的に思考を止めろっていうさ、東洋の一切にあるようなアプローチもあると思うけど、僕はそれは違うと思っていて、やっぱりジュルーズのような思考をやめたら人間は終わると思っているタイプなので、起こす情報のような世界があるとするならば、やっぱりそれは思考がとても重要視される世界だなというふうに思ってます。もっと言うと、存在とは一つの思考だろうと思っています。そしてそこに情動が燃料を注ぐような、そういう形である。情動がダメだとか言ってるわけじゃなくて、
でも宇宙をこうやって前進させている力っていうのは、まああんまり好きな言い方じゃないけども、神の思考だと思います。で、この思考は人間の思考とはまるっきり違うもので、人間においては思考不可能なもの。でもその不可能な思考を思考することが本当の思考であり、それを反思考と呼んでいるということでいいでしょうか。いや、ものすごい難易度が高いことを言っているのは認めます。でもこれが哲学の本質だというふうに考えてください。僕はそう思ってるんだね。そして起こした情報もそれを人間に求めてる。オコストの、用語からそれを感じ取ります。何一つ人間の世界に対応するような概念が存在していないんですよ、オコスト用語って、言語って。普通の一般の生活したら一体何じゃっていうような話をしてるということも十分自覚していますが、でもその何じゃが今必要なものになってきている、この人間の社会において。そういうふうに感じています。